どうしても辞めるつもりですか？荒木君がいなければ私は辞書を作れません。申し訳ありません。実は女房の具合があまり良くなくて、定年後ぐらいはそばについててやろうかと思いまして。でも大丈夫です。これからあの西岡が先生の手足になって。ちょっと待ってくださいよ。俺一人でですか？西岡君、右という言葉を説明してください。え？右って、右手の右ですか？そうです。いや、いや、いや、マジ難しいな。あー、あれ、爪伸びちゃってるなこれ。あの先生、とりあえず爪だけ切って。わかりました。定年までにはなんとか私に代わる人間を探してきます。君のような編集者が他にいるとは思えません。いえ、必ず新名をとして見つけてまいります。右だ。あのちょっと俺忙しいんで。荒木さん。あ、村越局長。全問答終わりましたか？局長、お願いがあるんです。何ですか？誰か自称編集部に適任の人材、一人でいいんです、回してもらえませんか？荒木さんの後釜ですか？ええ、いや、荒木さんのようにできる方の後継者はうちにはいませんよ。いや、みだな。そこ、なんとかお願いします。いや、そもそも辞書を作りたがる人間がいないでしょう。もしそんな奇特なものがいるとしたら、どうせ仕事できないでしょうから、どこの部署からでも連れてってくださって構いませんよ。どうなった？誰かいたか？いや、辞書マジ人気ないですね。うちで辞書なんか作ってんだとか言われましたよ。ほとんどの人間が休館は倉庫だと思ってるみたいだし、辞書編集部知ってた人間でも地味だとか、あ、何だったな、出世できなそうとか言われて、正直ムカつきましたよ。ガツンと言ってやったのか？いや、完全にグーの音も出ませんでした。会社では距離を置け。いいじゃん。ね、それよりさ、まだ誰か探してる？うん。うん。ねえねえねえ。あの人、同じの。あれ、うちの部署なんだけど、辞書っぽくない？なんかオタクっぽいな。でしょ？すっごい変じゃん。大学院で言語学やってたんだって。でも営業全然向いてないからさ、辞書に連れてってよ。うちは保健所じゃねえんだよ。あの、だからここに平積みってもちょっと厳しいんだよね。します。だから厳しいんだって。
ゃん、おかえり。あ、ただいま帰りました。お家賃、あ、どうも。あ、いえ、一人で好きなように使わせてもらってますから、これくらいは。ダメだよ。トラさん、ただいま。真面目くんって呼ばれてましたよね。あだ名になってるってどんだけ真面目なんだよ。真面目でなきゃ辞書は作れない。昨日の書店回りどうだった？ああダメだった。ちゃんと決めてこいって言っただろうよ。分かった、今日も。まあ呼んでみましょうか。三ツ矢、あ、本名だったのね。真面目くん、君は大学院で言語学を専攻していたらしいね。はい。それなら右という言葉を説明できるかい？やっちゃう。西を向いたとき、北に当たる方が右。他にも保守的層を右というな。コミュニケーション能力ゼロですよ。
というわけで今日から自称編集部に配属になった真面目光也君、こちらが編集主幹の松本先生。松本です、よろしく。契約社員の佐々木です。あ、俺西岡ね。なんか分かんないことあったらいつでも俺に。うん、幼霊採集。先生が今書いてるのが幼霊採集カード。初めて知った言葉や使用例を書き込むんだ。辞書作りはまず言葉集めから始まる。この資料室には先生と編集部で集めた100万以上の言葉が保管されている。うん、真面目は辞書が好きか。はじめに言葉ありき。大丈夫、とにかく言葉を好きになることだ。今日は先日企画の通った大都会について第1回編集会議を行いたいと思います。大きさはこれらと同じ中型辞典で、見出し語は約24万語予定しています。編集方針は今を生きる辞書ということなんですが、松本先生、そのあたりもう少し具体的にお願いできますか。ああ、 PHS いつ買ったんですか。昨日買いました。ちょっと先生、いやー、俺これ欲しかったんですよね。パーソナルハンディホンシステム、頭文字を取って PHS。 これってやっぱりあると便利ですか。まだ使い方が分かりません。これから携帯電話やパーソナルコンピューターは飛躍的に普及するでしょう。社会は劇的に変わり、新しい言葉や概念が溢れています。大都会にはこれらを積極的に掲載しましょう。現代語はどうされますか。マジ、ダサい、ウザいなど略語、俗語、若者言葉もできるだけ取り入れたいと思っています。それはがっつり俺の得意分野ですね。真面目さんは、はい、ら抜き言葉をどう思いますか。僕は使いません。私も使いません。しかしここまで若者の間に見れる出れるが浸透しているのを見ると、誤った使い方という正し書きをつけてでも載せたいのです。それは他にはない辞書になりますね。でしたら無前とかもですか。無前が何なんだよ。西岡君、無前とした顔してみて。真面目君は、おい、お前何にも変わってねえじゃん。西岡、無前の本来の意味は失意、失望、落胆、驚きでこう表情を失うってことだ。それが最近不機嫌な様子にも使われだしたんだ。そうなんですか。大都会にはそのような誤用も載せようかと考えています。まず正しい語尺、つまり言葉の意味があり、まあ、注意点として誤った使われ方も載せる。
言葉は生まれ、中には死んでいくものもある。そして生きている間に変わっていくものもあるのです。言葉の意味を知りたいとは、誰かの考えや気持ちを正確に知りたいということです。それは人とつながりたいという願望ではないでしょうか。だから私たちは今を生きている人たちに向けて辞書を作らなければならない。大都会は今を生きる辞書を目指すのです。言葉の海、それは果てしなく広い。辞書とはその大海に浮かぶ一艘の船。人は辞書という船で海を渡り、自分の気持ちを的確に表す言葉を探します。それは唯一の言葉を見つける奇跡。誰かとつながりたくて広大な海を渡ろうとする人たちに捧げる辞書、それが大都会です。ああ、しかし先生は熱いよな。でもさ、あの年になってまで青春してるってさ、まあ、ある意味すげえよな。辞書という船で、ね、今を生きる。おい、真面目ちゃん、今を生きる。全てお買い上げですか。はい。また本たくさん買ってきたんだね。あらあら、辞書ばっかり。今度辞書を作ることになったんです。こんなにたくさんあるのにまだ作るの？いえ、大都会は違うんです。今を生きる辞書なんです。お前になったね。いいか、言葉集めをやりながら辞書に載せる見出し語の選定作業も始めなきゃならない。これは2年前に改訂した原部国語辞典、これに載っている言葉には二重丸をつけ、すでにリストもできている。約6万語。これらは全て大都会に載せる。しかし問題はそれ以外の言葉だ。残りの用例採集カードの中からこの2冊、両方に載っている言葉には丸をつけ、どちらか片方にしか載っていない言葉には三角をつける。丸は大都会に載る可能性が高く、三角はそれより低い。しかし最も重要なのは無印の言葉だ。他の辞書には載っていないどんな言葉を選ぶかで大都会の個性は決まる。
これいつ終わるんすか。西岡は一から辞書を作るの初めてだったか。改訂作業ばっかりでしたから。これは企画から完成まで7年かかった。マジですか。そんな大都会どんだけかかるんすか。三省堂さんの大辞林は28年もかかってる。28年。じゃああれですね、完成する前に荒木さん死んじゃってる可能性ありますね。あのね、その可能性はお前さんにだってあるんだよ。おい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 、なんでやる気が出るんだよ。20年かかっても完成しねえんだぞ。あ、なんだ、来てたんだ。おかえり。お前の顔ってさ、ん、微妙なとこついてるよね。それって褒めてくれてんだよね。ありがとう。あ、金曜さ、来んなよ、俺デートだから。金曜は大丈夫、私もデートだから。あ、そう。あ、ねえねえねえ、真面目さんどう、仕事できてる？はあ、まあ、ああいう地味な作業は向いてんじゃねえの。でもなんかこう、なんて言うんだろう、こう若いっつうか、なんかずれてるっつうか、なんか童貞っていうか。童貞だろ。まあね、マー君と合わないかもね。まあ友達になりたいってタイプじゃないわな。はじめ。はい。単純な作業で退屈だろ。いや、長年こういう作業をしていると面白いもんで指紋がなくなる。ああ、つるつる。自分の指先が言葉に触れる、世界に触れる喜びってのかな。辞書編集者の醍醐味だな。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いや、ロビーでばったり偶然でね、先生。うん、お前さん相変わらず長いな。本館のトイレじゃないとほら落ち着かないんですよ。あ、この1週間で集めた分です。いや、いつもより多くないですかこれ。実は昨日合コンに行ってきたんです。初めて耳にする言葉ばかりで実に有意義な時間を過ごしました。真面目は知らねえだろうな、こういう言葉な。ほら勉強しろ。というわけで定年後は実益を兼ねた趣味でも見つけまして、この辺がモーログしないよう努めたいと思います。皆さん本当に長い間お世話になりました。お疲れ様でした。これ辞書編集部からのプレゼントです。奥さん大切にしてくださいよ。ありがとう。お疲れ様でした、荒木さん。
深崎さん、長い間お世話になりました。ご苦労様でした。荒木君がいなくなるということは、私にとって半身を失うようなものです。38年間辞書一筋とか考えらんねえよな。他に面白いこともあるだろうに。真面目ちゃんは趣味はなんかそういうのあんの？おいおいおい、前から思ってたんだけど、お前さ、俺の話聞いてる？俺のことバカにしてねえか？いえ。もういいや、俺もう一軒行くから。真面目か。明かりが見えてや。あの、あ、ちょっと待って。こんなもんだけど、使ってくれないか？真面目の辞書を作ってくれ。みっちゃん、今晩夕食一緒に食べない？わかりました。最近顔暗いね。そうですか？なんか悩み事でもあるんでしょう？辞書作りは僕が思っているよりはるかに厳しいです。じゃあやめんの？いえ、辞書には一生捧げるつもりです。
ただ怖いです。辞書作りは僕一人でどうこうできるようなものではなさそうで。じゃあ職場の人と仲良くしないとね。はい。ですが僕は相手に気持ちを伝えるのが苦手で。私とみっちゃんは通過だけどさ。竹おばあさんは特別です。10年近く下宿させてもらってますから。でも他の人は違います。僕の気持ちは伝わりませんし、僕も他の人の気持ちが分かりません。え？他の人の気持ちが分かんないなんて当たり前じゃないか。分かんないからその人に興味持つんだろ、分かんないから話をするんだろ。辞書作りっていうのは言葉を使う仕事だろ。だったらその言葉使わなきゃ、もう頑張って喋んなきゃ。若いうちに一生の仕事を見つけて、それだけでみっちゃん幸せなんだから、あとはずーんと行くだけだよ。できるよみっちゃんなら。西岡さん。うわ、ちょ、なんだよ。おはようございます。ああ、おはよう。西岡さん。なんだよ、お前なんか今日よく喋んな。いい天気ですね。何言ってんの。今日午後から雨だよ。よし、じゃあ始めるか。はい。そろそろ選別作業と並行して二重丸の言葉に語尺をつけていきましょう。ある程度これの使い回しじゃダメなんですか。ダメです。もっと容易に理解できる語尺にしたいのです。見出し語を外部発注と編集部で書く言葉とに分けて、この執筆要領と日本の原稿を参考にして執筆します。外への原稿依頼は口が達者な西岡君の仕事ね。それはもう俺に任せてください。まあ外部発注はもう少し出揃ってからいっぺんに頼むことにして、まずは編集部で書く分から始めましょう。はい、はい。失礼します。迎えに来たよ。
迎えに来てくれたんだ。かわいいね。名前は？真面目です。猫に真面目。変なの。あ、いや、あ、かわいいのは、ね、猫で。真面目は僕で。トラさんは猫です。私はかぐや。どうぞよろしく。会社近いんだから離れろって。いいじゃん、ケイチ。あ、真面目だ。あの人さ、やっぱ絶対変だよね。いや、最近あいつなんか俺のことじっとり見てる気がするんだよな。それってもしかしてラブが入ってるんじゃないの？しょうもないんだよ。おお、びっくりしたろ。なんだその子。お前朝から気抜きすぎなんだよ。え、ちょ、おお、おお、大丈夫かも。ちょちょ、おお、え、おちょ、真面目。好きな人でもできたんじゃない？うん、ん？何の音だ？好いたお嬢さんができたのですか？お、マジか。おい、どんな子だ？ん？人間か？いや、なんだよお前、出せって。林かぐやさん、幼霊採取したのかよ。林かぐやさん、27歳、大家の竹尾ばあさんの孫。竹尾ばあさんが高齢のため先日から同居を開始。今までは京都で板前修行。こっちではどこで働いてるの？湯島の梅の実っていうお店ですね。しかし仕事が手につかなくなるのはいけませんね。そうだぞ真面目、仕事が手につかないのはいけないんだぞ。すみません。だが恋する気持ちは止められない。恋か、そうだ、恋の五尺は真面目さんに書いてもらいましょう。きっと生きた五尺ができます。うん。そのためにもその恋をぜひ進展させましょう。梅の実、7時に予約しました。ごゆっくりください。失礼します。お待たせしました。お通しになります。信州産の焼き松茸と小松菜のおひたしになります。ご注文はお決まりですか？
先生、ほらほらほら、何にしようか。先生、何か嫌いなものありましたっけ？もう少し後でお願いします。はい、皆さん、みっちゃんの会社の方ですか？ねえ先生。ああ、そうですよ。では、決まりましたらまたお声掛けください。どうぞごゆっくり。とても綺麗なお嬢さんですね。真面目くん、みっちゃんって呼ばれてるのね。しかし、かぐやちゃん、あれモテんだろ。そうでしょうか。あんな可愛くて彼氏いないなんてありえねえだろ。そうなんでしょうか。 100% いるでしょ。 100%。 はい、大丈夫です。大丈夫？大丈夫です。包丁研いでると落ち着くんだ。無心になれるというか、いろんなことをリセットできる。触ってみる？ザラザラしてるでしょ。歯がゆいって言って、これが全体にできるまで研いだら、反対にこの歯がゆいがなくなるまで研ぐの。砥石に当たる歯の角度を一定に保ちながら、あんまり力を入れず。で、仕上げ用の砥石に変えて。そうです。私？私は仕事を続けたいだけだから。もういいよ、かけてこないで。さよなら。
ちょっといい？はい。なんか変な電話取り継がしちゃってごめんね。切るという言葉にはたくさんの使用例があります。包丁で切るのように、物質を分断する切る、肩で風切るのように、空気を切るような切る、一本切るのように、時間を切る、スタートを切るは突発的に何かを起こすという使い方、トランプを切るは混ぜるという特殊な使用例、他にも関係を切る、電話を切る、みっちゃんって面白いね。もっと無口な人かと思ってた。でもありがとう。真面目くんで遊ばないの？はーい。なあ、そんなに好きならダメ元で一回デート誘ってみろよ。それができないから悩んでるんでしょ。じゃあいきなり告白か。手紙がいいんじゃない？ラブレター。金景天高く馬越ゆる秋、ますますご精鋭のことと存じます。初めてになります。お見苦しい箇所も多いと思いますが、どうぞ。何してんだ。お天気の日曜なのに閉じこもっちゃって。これ家具屋が作った煮物だけど味見しない？いただきます。うん、私はちょっと薄味みたいな気がするんだけどね。うん、美味しいです。かぐや、みーちゃん美味しいってよ。ま、待ってください。たけさん、何大きい声出して。あんた、かっぱ橋行きたいって言ってたよね。
和包丁にもいろいろ種類があって、これがうなぎ包丁で、こっちが出刃包丁。出刃包丁は魚とか鳥とか骨があって硬い食材をさばくときに使う。でこれが柳刃包丁、刺身用。包丁を作る方法も2種類あって、本焼きとかすみ。本焼きは鋼のムクでできてるの。で、かすみはこの鋼と鉄を組み合わせて焼き入れをするから、鋼の部分が硬くて鋭い刃になる。で、この鋼と鉄の境目が美しくかすみがかってることが名前の由来らしいよ。付き合わせちゃってごめん。みっちゃんっていつもああやって言葉集めしてんの？あ、はい。は遊園地行こっか。え？ね。え？観覧車発明したのって誰なんだろう？調べなくていいの。観覧車って楽しいけど少し寂しいよね。女が板前やるってやっぱり変かな。そんなことありません。あ、僕は影屋さんの料理が好きです。一番好きです。それで終わり？だっせーな。告白だろ普通は。これ何？恋文です。え？俺読んじゃっていいの？西岡さんは人に気持ちを伝えるのが上手な方です。どうかご教授ください。だよね、真面目ちゃん。分かってきてんじゃん。コミュニケーションっていうのはさ、人と人がね、なんじゃこりゃ。どうですか。どうですかってお前、第一に読めなきゃしょうがねえだろ。なんで筆選んじゃったの。戦国武将じゃねえんだぞお前。書けんなって言ったんだろ。大都会なんか中心になるかもしれないです。え、そういう噂が流れてるみたいな。え、誰からの情報？まあちょっとしたところなんですけど。ああ、まあでもさ、まあ確かに紙の辞書にとっては厳しい時代なんだよな。電子辞書も売り上げ伸ばしてるし。
あと10年で大都会ができたとして2005年でしょ。その頃にはさ、電子辞書と紙辞書の売り上げがほら逆転しててもおかしくないじゃん。もうわかんないんじゃ、まあ仕方ないのかね。始め。おい、真面目。時代とか関係ないです。俺は大都会作りたいです。うん、まあまあ、じゃあ分かった分かった。俺あれ、もうちょっと確かな情報を集めてきますよ。局長が言ってたって、うちの部長が。あいつか。怖い顔して何熱くなってんの。大都会が中止になったらマー君楽になるんじゃないの。うるせえよ。ああ、どうだった。いや、もうびっくりしました。村越局長絡んでんだもん。まあでも大丈夫だ、俺にアイデアがある。絶対に入る見出し語あんだろ。はい。あれの誤釈の執筆を社外に発注して既成事実作っちゃうんだよ。え、外にまで大都会編纂の情報が流れれば上も中止にしづらい。会社のメンツにかかるからな。大丈夫だよ真面目、心配すんな。この度商社で企画を立てまして、大都会という。わかりました。では、はい、後ほどもう10分でも伺いますので、決定版と企画趣旨の内容ですけど、内容につきましてよろしくお願いします。はい、アップ取れた人誰ですか。はい、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ行ってきます。これから講義だからね。お返事だけでも。その中から先生として月に入れた日本工大社の企画趣旨のご説明と、よろしくお願いします。では後ほどファックスさせていただきます。そこをなんとかお引き受けいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さっき電話した古典芸能の滝野川先生は昨日大都会の噂を聞いたみたい。バッチリ噂広まってるじゃないですか。よし、じゃあ局長のとこ行ってくるか。あ、僕も行きます。おう。もう大都会の原稿をこれだけの先生方に依頼してます。今中止すると現部処分はそこまで経営が思わしくないのかと疑われます。そうは言ってもね、君も会社員の端くれだったら自分の給料分ぐらい自分で稼ぎたいと思わないか。辞書は金を食うばっかりで生み出さないじゃないか。いや、大都会は先行する中型辞典よりも現在に踏み込んだ内容になります。これは大きな長所です。大都会が完成すれば現部処分は20年は安泰です。この世紀末の時代にね、20年後の君は随分のんきだね。会社の人間が20年先ぐらい未来でどうするんですか。何のために紙媒体やってるんですか。何十年何百年先に残すためでしょう。わかりました。若い二人の熱意に免じ、新しい辞書の企画は続行しましょう。ありがとうございます。その代わり条件があります。今後辞典と名の付くものは全て辞書編集部で作ること。ギャル向けファッション辞典、主婦向け料理辞典に、老人向け医療百科もいいですね。あと子供向け怪獣辞典なんてのも売れそうですね。
それは無理です。じゃあ新しい辞書もなしだ。やります。それじゃあ自分たちの給料分ぐらいは稼いでくださいよ。あ、君。はい。ちょっと話があります。はい。あ、まだ残ってたんだ。お疲れ様です。うん、何の話でした？ああ、嫌味言われたよ。売れない、金がかかる、辞書編集部の体質を改善しろってさ。すいませんでした。いや、真面目が謝ることじゃないよ。それよりめんどくせえこと引き受けちゃったよな。大都会のためには仕方ありません。うん。これさ、やっぱ読めねえぞこれ。書き直します。いやいやいや、そのまま渡しちゃうよ。え、インパクトはでかいしさ。もしかぐやちゃんが真面目に興味を持ってんならどんな手を使ってでも読むだろう。もし読まれなかったら脈なしってことじゃん。情けない声出すなよ。大丈夫だよ、お前の本気は伝わるから。こんにゃく煮つけるから味見してくれない？あ、はい。まだ味薄いかな？いや、おいしいです。美味しい。明日から築地に連れてってもらえるんだ。だからごめん、今日はこれ一本で。ごちそうさまでした。読んでください。よう。
おかえり。キャバクラ行ってきた。へえ。嘘だよ。ねえ、でも顔見せて。大都会中止じゃなくなったよ。うん、よかったね。まあ真面目のためには良かったな。もマー君には。俺、宣伝部に移動させられることになって。え、俺ってやっぱさダセーよな。西岡さん、元気ですか？西岡さんって、仕事できるの？西岡さんがいなかったら、大都会は作れません。今日も、僕の苦手な原稿依頼を引き受けてくれました。マー君ね、辞書編集部辞めるみたい。真面目はどうしてですか？俺かお前のどっちかが抜けんのが大都会を作る条件だったんだよ。だからってなんで西岡さんなんですか？じゃあお前は大都会降りれんのかよ。一人じゃ無理です。大丈夫だよ、お前なら絶対できるよ。どういうつもり？
私が読めると思って書いたの？達筆ですよ。きっと達筆なんでしょう。学がない私が悪いんですけどね。でも普通読めないよね。普通こんなのもらったら嫌がらせだと思うんじゃない？普通ってなんだか分かんないけど、でも私は読めない。私が読める顔に見える？見えないよね。だって読めないんだから。書き直します。もういいよ、読んだから。え？全然読めなくて辛かったから、今日仕事終わった後に大将に読んでもらった。だから帰りがいつもより遅いの。待ったでしょ？あ、いや、とんでもない。ごめんね。とんでもないです。でも恥ずかしかった。こういうのって自分だけが読みたいもんじゃない？誰にも見てもらいたくないと思うんだよね。大将が何度もいいのかって聞いたけど、内容知りたいし、それしか方法なかったから。すいませんでした。手紙じゃなくて言葉で聞きたい。え？みっちゃんの口から聞きたい。今ですか？今は今でしょ。辞書で調べたら？でも本当に調べなくていいの。すいません。どうか。すいません。はっきり言って。好きです。私も。終わりました。206-2017-138356三角80504無印73109。では早速見出し物の選定に入りましょう。はい、佐々木さん、まずは丸印だけのリストを印刷してください。はい、先生、相談があるんですけど。何ですか？全部じゃないんですけど、現代語の五尺を西岡さんに書いてもらうというのはどうでしょうか？は？
俺春には移動すんだよ。現代語といえば西岡さんです。ああ、ダサいとか西岡くん似合うかもね。ちょっとひどいじゃないですか佐々木さん。チョベリグなアイデアですね先生まで。僕は西岡さんが書いたダサいの五尺読んでみたいです。始めよお前。わかりましたよ。ダサい男がダサいの五尺を書きますよ。もっと言うと最近のやつはやばいよ。肯定的に使うんだよ。うまいもん食べてやばいこれ激うまとかさ。マジですか。ちょっとやめて。もう早速使ってんじゃん。ちょっとご指導の賜物です。吸収力。ちょっと待って。会社では書けんなっつってんだろ。今は会社じゃないけども。何なんだよ。ちょ、え三好さんですか。真面目です。いけそう。ありがとうございます。なるほど。たっぷりたっぷり。ありがとうございます。ありがとうございます。いいんだよ若いんだから吐くまで飲みな。おお。飲もう飲もう。ありがとうございます。飲もう飲もう。飲んで飲んで。どうもどうも。あ、たけちゃん。すごいねノリが。飲もうか。じゃあ現部書房の辞書編集部における未来に乾杯。はい、乾杯。乾杯。でもさ、マー君もうすぐ宣伝部に移っちゃうんでしょ。関係ねえよ。俺はどこにいても大都会に協力しちゃうから。僕は西岡さんが異動になることを本当に残念に思います。頭でっかちらだけじゃ生きてる辞書は作れない。僕にそう教えてくれたのは西岡さんです。真面目お前。俺を泣かせんなよお前。ちょっとなかなかやろお前。ごめんね、マー君泣き上手だから。真面目。俺こいつと結婚するわ。レミ結婚しよう。真面目。ただいま。おかえりなさい。どうしたの？隣の部屋で寝ようかと思いまして。今日から煮物任されたんだけど味見してくれない？いただきます。上で食べようか。はい。Thank you.
主任、真面目主任。はい。今日付でこちらに配属されました岸辺みどりです。雑誌ノーザンブラック編集部から来ました。デニム履き比べ。デニムというのはジーパンの生地のことですよね。デニム生地。今はジーンズそれ自体もデニムって呼ぶんです。あ、そうなんですか。用例採集。荒木さんは今月から食卓で月に何度か来ていただけることになりました。心強いです。ありがとうございます。いいえ、礼を言うのはこちらです。養母に行かれて一人になってみると何をしていいのかこれが分かんなくてね。あ、岸部さんはお酒いける口かな。あ、私ちょっとビールはちょっと NG です。じゃあこちら。あ、そっちはもっと NG です。私あのシャンパンしか飲めなくて。シャンパンか。あの大都会っていつできるんですか。来年中には手にしたいですね。真面目さん努力します。企画が通ったのが、そうそう、私があれの時だからもう13年前になりますか。13年？13年間何してたんですか。ずっと作業していました。それでもまだ終わらないんですか。いろいろありましたから。ささやかですが、どうぞ。辞書編集部配属おめでとうございます。おいしそう。ありがとうございます。かぐやさんは真面目さんの配偶者なの。配偶者？これは去年改訂した原部国語辞典の構成刷り、参考から5項まであるからそれぞれファイルして整頓してちょうだい。5項までするんですか。雑誌だと問題なければ初項だけなんですけど。岸部さん、辞書に間違いがあったらどう思う。辞書を信用しなくなります。でしょ。あの、じゃあ大都会もここまでするんですか。もちろん。ちなみに今はどんな作業してるんですか。大都会は今新しい言葉を集めながら見出し語選定をし、語尺を書きつつ参考の構成をしているわ。岸部さんは辞書作りに向いていますね。どこがですか。整理整頓は辞書編集者にとって必要な才能です。はあ。終わりましたらファッション関係の見出し事、語尺用例のチェックをお願いします。
ッション情報なのこれ。失礼します。あけぼの選手の宮本です。大都会の見本用紙持ってまいりました。はい、どうぞどうぞ。大都会のために当社が開発しました。厚さは50ミクロン、重さも1平方メートルあたり45グラムしかありません。しかもこれだけ薄いのに裏写りはほとんどなし。色味を見てください。やや黄色みがかった紙の中にほのかに赤みが刺すでしょ。真面目さんの要望でぬくもりが感じられる紙を。ぬめり感がないです。指に吸い付くようにページがめくれますよね。失礼します。にもかかわらず紙同士がくっついて複数のページが同時にめくれてしまうことがない。確かに指の腹だけでめくれますね。これがぬめり感です。改善してきます。よろしくお願いします。気持ちがいいですよね。はい。みどり、久しぶりじゃん。ご無沙汰してます。どう、辞書作りは。なんか疲れます。変な人ばっかりで。そりゃ辞書作ってる人なんて変人に決まってんじゃん。でも大丈夫、みどりも十分変わってるから。どうですか。岸部さんはまだ作業されていきますか。まだまだかかります。ああ、では戸締まりと火の元に気をつけてお帰りください。お疲れ様でした。お疲れ様です。ちょっと気持ちいいかも。あ、そう、じゃあもう歯も磨いたの。まさか一人でじゃない。え、あ、そう、一人で磨けたの。あら、おうってならなかった。あ、そう、ちょっとなったの。あ、そうか。じゃあもう寝ないとね、時間的にもね、もうね、鬼が来ちゃうわ。そうよ、鬼来ちゃうよ。寝なちゃいよ、もうね。はーい、はい。あれ、真面目は帰っちゃった。あんた、新入りちゃん。あの、どちら様でしょうか。え、俺西岡だけど、昔ここにいてさ、久々に人が入ったって聞いたから顔見に来たわけ。面白い顔してるね。何してたの。見出し子五尺チェックか。ちょっと見ていい。はい。懐かしいね。うわ、これまだ残してんのかよ。これ絶対嫌がらせだよ。なんか問題でもありました。ダサい、これ読んだ。まだです。ちょっと見てこれ。ダサい、時代遅れ、田舎臭い、どん臭い、恥ずかしいくらい主流派、要はかっこ悪い、幼霊、酔ってプロポーズとかマジダサいよね。どう思うこれ。長ったらしいです。いろいろ羅列してるけど、要はかっこ悪いってことですよね。けど幼霊は超ウケます。だって酔ってプロポーズとかマジダサいし。
新入ちゃんの新入ちゃんの指摘は正しいんだけど、これ俺書いたのね。うん、これ用例もマジ俺の実体験。嘘。麻生さんって言うでしょ、ああいうの使ってスケジュールを押さえてやっちゃいましょうか。なんか人物前に出してドンみたいな、そういうのが大都会でしょ。こちらのこと見てない。マジキモいんですけど。キモいは最終戦ですね。もちろんです。めくり適性を上げたいので腰を少し落としたいんです。ということはもう少し潰していいのね。そうですね、平滑性は上げて構いませんので、しなやかさを出す感じで。この想定はどうでしょう。海を渡る船をイメージしました。シンプルですけど柔らかいです、うん、柔らかいけどちゃんとインパクトがあるし。はい、そこを狙いました。西を向いたとき北に当たる方、北、西を向いたときに右に当たる方角。確かにこれじゃ堂々巡りですね。他の辞書はどう書いてあるんですか。神明会の右はアナログ時計の文字盤に向かったとき1時から5時がある方だった気がするけど。岩波の国語辞典はこの辞典を開いて読むとき、偶数ページのある側を言うとある。名語尺だな。それいいじゃないですか。大都会もそれで。模倣はいけません、うん、すいません。数字の10の例の方が右。外で泣いていました。トラさんに似てるね。孫かもしれません。トラジロ。あ、トラジロ。
から4校の構成に入りたいと思います。最終段階に入るので構成の方々や学生アルバイトの数を増やし数十人体制で作業に入ります。細かいミスも許せなくなりますので気を引き締めていきましょう。乾杯。はい。いつの間にかビールも飲めるようになりましたね。はい、もう何でも飲めます。あちょっと気が散るからあっち行ってくんねえかな。お前がよそ行け。岸部さん。はい。ここ次の1位をなぜ削ったのですか。あそれはここに差し入れるためでした。削るのはいいです。しかしそれで言葉の意味が不明になってはいけません。ましてや差し入れのためにお酌が不完全になるので本末転倒です。はい、すみません。皆さん、大都会は来年の3月に発売が決定いたしました。今月中に4校が終わりそうなので年末までに5校を入校し年明けには印刷に入れそうです。予定通りですね。松本先生、白身のお作りはいかがですか。お刺身はやめておきましょう。それよりこのごま豆腐とか茶碗蒸しみたいなゲル状のものが食べたいですね。かしこまりました。まだ回復されませんか。ちょっと夏バテが長引いてるだけです。いや大丈夫です。そっちどう。うん、こっちも抜けてる。言った方がいいな。見ていただきたいんですけど。どうしました。血潮という見出し号が抜けてます。もう一つの血潮はあるんですがこっちが。どうかしました。初稿から参考まで調べたんですがやっぱり抜けてました。リストに血潮って言葉ありますか。あります。原稿も書いてあります。すみません、私の責任です。いや、私たちも見逃してたってことです。一つ抜けてるということは他にも抜けている可能性があるということです。皆さん、今やってる作業は全て中断してください。もう一度4項と項目リストを突き合わせて他に抜けてる見出し号がないか確認します。でもそんなことしてたら
3月の発売までに間に合いません。今だってギリギリなのに。穴の開いた辞書を世に送り出すわけにはいかないんです。そのためにもお願いします。今日から泊まり込みで作業してもらえないでしょうか。やりますよ。うん、うん、研究室の友達も連れてきます。ここまで来たんだろ。よしよし、ありがとうございます。どうしたのこんな早く。ちょっと問題が発生しまして、これからしばらく編集部に泊まり込みになると思います。なんか食べてく？すぐできるけど。いえ大丈夫です。はい、真面目です。え？どこの病院ですか？すみません。まあ、かぐやさん。ご無沙汰しております。入院されたと聞いて、取るものも取りやすくてしまって。すみません。いいのよ。入院って言ったって、検査入院なんだから。先生は？あ、座って。CT スキャンとかいろいろ今してるとこ。もう年だからあちこちガタが来るんですよ。夏バテが長引いていると伺っていましたが。心配かけてごめんなさいね。いえ。真面目さんはお元気？はい、少し忙しいみたいで今日もお昼に帰ってきたんですけど、バタバタバタっと出かけていきました。どこのうちも同じね。すみません。2階の倉庫はゆっくり寝れますよ。すみません、戻りました。お疲れ様です。中途半端な仕事をすると後で困ることになる。はい、3月発売は約束ですよ。もちろんです。期待してます。じゃあこれ
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お手元の資料にあるように大都会は書店取り次ぎの協力を得て一大販売促進キャンペーンを展開していきます。年末に予約申し込みのパンフレットを書店に配布し、発売1ヶ月前にダメ押しのチラシを制作する予定です。問題ないです。抜け出し。ご苦労さん。わざわざすみません。失礼します。ご足労いただいて申し訳ありません。駅まで行く道の途中で海が見えるでしょう。晴れた日など日の光が反射して目が痛いほどです。今でも時々白い鳩を見に出かけるのです。実は食道にがんがありました。どうぞ。そんなことよりも大都会が順調ですか。はい、うん、荒木さん急ぎましょう。そうだな。
これ幼霊採集。みっちゃん、お雑煮食べない？何かお腹に入れないと体に悪いよ。開けるよ。邪魔してごめんね。少しでも食べないと。かぐやさん、ん？いつもありがとうございます。待ったでしょう。いえ。いただきます。いただきます。
間に合わなかったよ。今日この日を迎えることができましたのは皆様のご尽力のおかげと思っております。心より感謝申し上げまして、出版社としての挨拶に変えさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。話を聞きたいって人が何人かいるからさ、後で紹介させてくれ。わかりました。うん、よかったな。じゃあ後で頼むわ。真面目さん、素敵な辞書を作ってもらって松本もきっと喜んでますわ。そう言っていただけると。最初に入院した時から覚悟してたみたい。木下さんもいらっしゃってます。じゃあ失礼します。自分の力不足が情けないです。読んでみろ。最後まで監修者としての責任を果たせなかったことをお詫びします。荒井君、以前君のような編集者が他にいるとは思えないと言いましたが、あれは間違いでした。君と君が連れてきてくれた真面目さんのおかげで私の人生はこの上なく充実したものとなりました。君たちに出会えてよかった。共に辞書を作れて本当によかった。感謝という言葉以上の言葉がないか。あの世があるなら向こうで妖霊採集するつもりです。Thank you.
15年か。長かったな。僕には短く感じられました。それより荒木さん、最近忙しくて随分溜め込んでしまいました。明日から改訂作業に入らなければいけませんね。少し止めてもらえますか。かぐやさん。ん？これからもお世話になります。みっちゃんってやっぱり面白い。